リチャード・ウィド・マークはアメリカ合衆国の映画俳優。1914年12月26日、ミネソタ州に生まれる。父親はスウェーデン系、母親はイングランド及びスコットランド系。レイクフォレスト大学で法律を学ぶから演劇に熱中。卒業後しばらく母校で講師を務めたが、1938年俳優を志してニューヨークに出る。 ラジオの仕事を経て、ブロードウェイの舞台に立ち、戦後の1947年、ヘンリー・ハサウェイ監督、死の接吻のオーディションに合格。殺し屋トミー誘導役で、いきなりアカデミー助演団優勝候補にノミネートされる。灰色の目としゃがれた声、冷ややかな笑顔をトレードマークに、主にギャング映画での非常な殺し屋、戦争映画での冷徹で人望のない指揮官役などで、持ち味を発揮。 仇役として大いに売り出したが、やがて悪役イメージからの脱却を図り、やがて善玉、悪玉の両方を演じられる貴重な性格俳優としての地位を確立する。犯罪スリラー、戦争映画の他に、西部劇も得意としており、ゴーストタウンのケツとワーロック、アラモ、シャイアンといった名作、大作の西部劇に準守役として多数出演している。 1957年独立プロダクション、ピースプロを設立。祖国への反逆大ご捕虜収容所、秘密情報機関などを制作し、主演も務める。1961年には、スタンリー・クレーマー監督のオールスター大作、ニュールンベルグ裁判でアメリカが検事役を演じ、自他共に認める代表作となった。また、 1968年に主演してヒットした映画ケージ・マディガンでは1972から73年に NBC ウェンズデイミステリー・ムービー枠で放映されたテレビ版でも主演を務めた。私生活では1942年に脚本家のジーン・ヘイズルウッドと結婚。娘のアンヒース・ウィド・マークは大リーグの名投手だったサンディコー・ファックスと結婚している。 人員と死別後の1999年にヘンリー・フォンダの元夫人であったスーザン・ブランチャードと再婚し話題になった。また、政治的にはリベラルな人物として知られた。2008年3月24日、コネチカット州の自宅で亡くなった。デビュー当時のニックネームは、その風貌からハイエナと呼ばれていた。また、漫画家、 手塚治虫の作品に、しばしば登場する冷酷な悪役キャラクター、スカンククサイはウィドマークをモデルにしている。東方出身の俳優、佐藤誠は、デビュー当時、その日本人離れした悪の強い風貌から、和製、ウィドマークとして売り出された。サスペンス映画、暗黒の恐怖において、善玉の主人公を演じるウィドマークよりも怖い。 風貌の男を犯人役にしなければということで抜擢されたのがこれが映画デビュー作となるジャック・パランスであった。1963年10月の襲われた滅場者テレビ放映から日本語吹き替えは大塚ちかおがほぼお専属で担当していた。大塚はウィドマークに関して日本で吹き替えが行われる前から彼の芝居を研究していたため日本の役者の中で誰よりも 彼の芝居を知っていると誇りを持っており、上記の襲われた滅ば者で初めて、ウィドマークの吹き替えを作る際、自らをテレビ局に売り込んだという。また、大塚は亡くなる直前の2015年1月12日に、自身が担当していないのは6番目の男だけだと発言していた。ありがとうございます。